3月31日午前の取引が終了しました。日経平均株価は小幅安です。今日の全引けは昨日との比較で49円27銭安の 27,977 円98銭となりました。トピックス東証株価指数も 4.40 ポイント安、 JPX 日経100 43.89 ポイント安、それぞれ小幅に下げております。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 27%、 595銘柄、これに対して値下がりが約 69%、 1503銘柄、変わらずが約 3% の71銘柄ほどあります。全体の 69% ということですから、7割近くは値下がりしているという東証一部の構成です。トピックス規模別株価指数もいずれも下落、大型中型小型揃って下げてます。ただ率で見ますと大型株は非常にわずかな下げにとどまったということで、大型株は比較的底堅い展開、大型株指数プラスとなる場面も見られておりましたが、ただ中型と小型は弱かったという今日の前場の試合です。大型株が比較的底堅いことで日経平均など指数も小幅な下げにとどまっているという今日の前場の動きでもあります。商いは最近としては少なめのレベルです。全引けの売買高5億4600万株余り、売買代金が1兆3278億円、代金1兆3000億円台前半ということですから、このままのペースで5番も推移しますと1日通して2兆円台半ばぐらいの売買代金と、節目の3兆円には届かないということですから、最近としては少ないレベルで推移したという今日の前場の動きであります。今日は3月31日ということで、いわゆる期末にあたります。もう受け渡しベースですとすでに新年度相場4月相場に入っているわけでありますが、カレンダー上は今日が期末ということなどもありまして、積極的な買いが飛び替えられる中で、小口の売りに押されているという今日の前場です。日経平均株価朝方は下げ幅広げて260円余り下落する場面も見られました。昨日のニューヨーク市場が全体的に下げたといった流れを受ける形で下げ幅を拡大しました。ただその後は東京時間の午前中、アメリカのバイデン政権がインフレ対応策として石油備蓄を数ヶ月間にわたって放出するといった報道が伝わり、原油価格が大幅安、これを交換する形で東京市場でも徐々に景気敏感株などに買いが入り、日経平均株価プラスとなる場面も見られました。ただその後なかなか上値を買い進む動きは限られたと、いわゆる期末要因もありまして、積極的に上値を買う動きは限られたことで、結局全引けは日経平均株価49円安、小幅な下落で終わったという今日の前場の動きであります。景気敏感株中心に売られているというよりも、やはり買い手控えムードの強い展開というのが今日の前場の動きと言えるでしょう。そういった中で個別で売られた銘柄、材料が出たところで半導体や液晶、太陽電池製造装置などの精密加工部品を手掛けます精密部品加工を手掛けます丸前6264が大幅安となりました。昨日の引け後に発表しました今8月期の第2四半期決算、こちらが好調だったということではありますが、ただ事前の修正通りの内容だったということもありまして、失望売りが広がった形です。市場の一部では通期の増額修正を期待して買い付いていた個人投資家などから失望売りが出たという見方もあります。逆に上昇した銘柄としましては、大手海運3社揃って上昇、例えばその一角商船三井9104なども商い、引き続き堅調な商いを伴って上昇しております。昨日は下げてはおりますが、ただ高額配当を落とした権利落ち分の範囲内に下落幅がとどまったということでありまして、底値の下値の方を確認した買いが今日も流入、新年度23年3月期につきましても収益高水準が見込まれるといったことから買いが継続しております。以上、今日全引けの模様、東証アローズからお伝えしました。